そういえばここも進んでないですよね。ちょっとこの沼地みたいなところを探索してみますか。ついでに鉄鉱石足りないんでいっぱい取っていきましょう。あ、でも結構道続いてるな。なんか釣り場がありましたよね。あった、それ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 、地図にあったやつ。ここでもなんか釣れるんだろうけど、ちょっと釣りのやり方わかんないから、釣りのやり方調べてからまた釣りに行きましょう。でも沼って魚いるのかな、こんな泥沼みたいなとこ。あ、お花。あ、これがしゃっくり草なんだ。しゃっくり草なのかしゃっくり草なのかわかんないけど、これ商人の人が欲しがってたやつですよね。あれ、1個でいいんだっけ。1個でいいのかな。とりあえず1個取れたので、これ持ってじゃあまた商人が来る日に私に行ってあげましょうか。あ、でもいっぱい生えてんな。じゃあ取れる分だけ取っときましょう。何これ、家がある。あ、でもこっから行けない。これぐるっと回る感じになるのかな。魔女の土地って書いてるよ。魔女いいんじゃん。魔女狩りされちゃうよ。やばい、すっかり夜になっちゃったけど、魔女の土地に足を踏み入れてしまった。あー、この看板は工作？橋作れるの？材料持ってないよ材料持ってないよ。材料持ってくればぐるって回んなくてもここ通れるようになるってことか。ちょ、覚えとこう、これね。じゃあまた次来るときにこの材料持ってきて橋作ればいいってことか。え、魔女なのあれ。話しかけて大丈夫かな。ああ、立ち去れ悪霊め。私は悪霊じゃない、じゃない私は幽霊じゃない。近くの墓場で墓守りをやっているんだ。クロンさん、本当に違うのかい。確信は持てないけど、多分。また自信なくなってる。ところであなたは？実にいい質問だ。ここ数週間、私もそれが分からなくなってね。いくつか見当はついているんだけど、私は魔女と妖精のお姫様どっちに見える？ん？試されてるよこれ妖精のお姫様って言ってみる？いいじゃない。じゃああんたが王子様だねやべえやべえ、いや私は王子じゃないなんでここ普通にマジレスしちゃうの。ほらもう、ほらもう向こう乗ってくれたのに。とにかくね、あんたの手を借りたいのさ。私は何も覚えてないよ。目を覚ました時に手にこのメモをが握られていたくらいさ。記憶喪失に陥ったら大釜にお香と蜂を入れて煮込む。なんかの実験みたいなのして失敗して記憶喪失になっちゃったのかな。で自分でメモして手に握ってたってこと。出来上がったものを飲む。材料はすでに大釜に入っているはず。頑張れ過去の自分より。そういうことだよね。失敗した時のためにメモ書いといたんだかわいい。それで試したのかい。そこら辺に大釜が転がっているように見えるかい。家の中じゃないの。いや、私もだよ。つまりあんたしらにできることは2つあるってことだ。あんたがこのポーションを作るか、まあ難しいこっちゃないさ。え、あ、作って持ってくるってこと。あるいは新しい大釜と材料を私の元に持ってくるかだ。大釜はどこを探せばいいんだい。大きいのが必要だからね。腕のいい鍛冶屋なら作り方を知っているかもね。クレズボルドだな。私を助けてくれるならあんたに力を貸してやろう。あんたのお姫様になるのもいいかもね。ヒッヒッ。これさっきの選択肢ずっと引きずることになるかな
逃げ出して二度と振り返らないっていう三つ目の選択肢が今頭に浮かんだぞ。これは心の中で思ってたことだな。錬金術作業台。錬金術することになるのかな。最近私あれですからね、アトリエシリーズ始めましたからね。手間石と、あ、手間石、手間石ここで出てきた。錬金ミル、はえー、鳥の友達からあんたが畑を育ててるって聞いたけど本当なのかい。鳥と友達なんだ。あ、いくつか作物を植えて植えたんだ。ならちょいと老婆に手を貸してはくれんかね。何かの助けになるなら喜んで。どうすればいいんだい。かぼちゃ、それも銀星レベルのものを持ってきてほしいのさ。かぼちゃのスープの作り方を教えてやるよ。かぼちゃはまだ育ててないよね。銀星、作物の質があるのかな。クロンのために銀星レベルのかぼちゃを1個育てる。あ、え、結局釜を渡すのとポーションを渡すのどっちもやんなきゃいけないってこと。はえー、なんか言ってたっけ魔女。あれ、なんか魔女についての話ってなんかあったっけ。ちょっと覚えてないな。なんか魔女にまつわるお話って魔女狩り以外であったっけ。記憶にございませんだな。どうしよう、あとで自分の動画見返すしかないや。じゃあとりあえず釜の作り方をクレズボルドに聞きに行けばいいかな。あ、てか今日説教の日じゃん。ちょ、戻んないと。このゲーム足跡が残っててくれるからどっから来たっていうのが分かっていいですね。足跡をたどって家に帰りましょう。じゃあ今日も京都で説教を始めましょうか。あの教会のベンチもう一個追加したんで教会の質が10になっております。これ 100% 成功するでしょう。ほら成功確率 100% やったぜ。お、人増えたね。で、喋ることも毎回一緒かな。うん、これ説教の種類が変わったら喋ること変わったりするかな。お、信仰の種類じゃない、数は増えないと。まあまあかなとか言われてるけど、まあ必ず成功すると。おお、寄付はいつでも歓迎です。前回はすっごい褒められてる。前回寄付の金額が、ほら、一人当たりの金額が少なくなっちゃうんだ。なんで？なんで？教会の質上がってるのに寄付の金額少ないよね。ほら、なんで？最初はさ、だって30くらいなかった？どうか。え、なんで？あれかな、確率低い方が寄付の金額が高くなるとか、そういうのがあるのかな。成功確率上げると、まあ、成功はするけど寄付の金額は下がるよとか、そういうのあるのかな。まあお金は今のところそこそこあるけど、まあお金なんていくらあってもいいですからね。青ポイント集めるためになんか研究しよっか。あ、じゃあ手持ちにある蝶々でも研究しましょうか。で、研究。このアイテムは次のものに腐敗化します。粉、エキス、何のことかちょっとよく分かってないんだよな。あ、緑のポイント緑のポイントになっちった。あ、こういう人体に関わるものに関しては青ポイントがもらえるってことか。この研究未完了かっこ青ってあるのがそういうことか。ああ、そういうことか。ああ、こういう植物とかは緑とかあるのか。ああ、で武器とか道具とかは赤とか、あ、そういうの決まってるんだ。あ、なるほどね。
じゃあ青ポイント欲しいんで、じゃあ脳でも研究しますか。え、ちょっと待って、今進行3だった、やっべ進行使っちゃった、1だと思って、で駅に腐敗化すると、うわー、でもすっごいいっぱい青ポイント手に入ったやったやったやったけど進行使っちゃった、いっぱい。じゃあまたまた来週までスネークに進行渡すのは持ち越しですねすごい青ポイント手に入ったからいいや。この宇治が大事だっていうのが判明しましたからね、どんどん肥料作っていきましょう。で、知らない間に大量にできてましたね。で、魔女に銀星のかぼちゃって言われましたけど、これは銅の星ってことなのかな。じゃあもっといい肥料を作ってかぼちゃを育てるってこと？まだかぼちゃは育てらんないけど、そのうち育てられるようになるのかな。とりあえず今は人参植えましょう。じゃあお墓の質を30にしなきゃいけないので、これ石のぼ石の墓標をアンロックしましょうか。これで石のお墓が作れるようになるってことですよね。うん、じゃあこれ解放させて、あとは今青ポイントめっちゃあるからな。ただあ、大理石とかあるんだ。まあ、でも大理石なんてまだ持ってないからね。とりあえずこんなもんでいい？これ何？もっとグレードがいいお墓ってことか。まあまあまあ、でも先にこっちでいいのかな。うん。で、石材カッター2？石材カッター2なのか？これか。石材カッター2。これをアンロックしないと石のお墓が作れないってことかな。赤ポイントがここに来て足りなくなると思わなかったな。じゃあ赤ポイント貯まったらやりますか、それは。あ、なんか最近いい質の死体が来なくなりましたね。じゃあこれもちょっといろいろ拝借しますか。今皮膚が欲しいんで皮膚を拝借して、あとお肉とかもらって、で脳はチェストを1個ずつ占領しちゃうみたいなんで、脳は取らずに他の部位なんかもらえるもんもらっときます。ちょっと川に流すっていうのを始めてからちょっと死体の扱いが雑になってる気がするな。良くないよね。でもそういうゲームですよね。この辺って重ねて持てるのかな、わからん。じゃあ一回取ってみるか。重ねて持てなかったら今後は取んなくていいかなって感じ。取れるだけ取りましたね。もう出がらし状態ですよこの死体、かわいそう。ほいっと。なるほどね、こういう骨と肉と皮膚、あと血液と脂肪は重ねて箱に入れれるけど、脳とか心臓腸は一個ずつ入る感じになるんだ。じゃあここら辺は取んなくていいかも。ちょっと圧迫しちゃうもんね、物入れ箱売ったりとかできないよね。あ、でもそっか、腐敗化させるっていうのができるのか。まあ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 、今はいっか。はい、じゃあしゃっくり草渡しましょうか、商人のおじさんに。ロバくん来てるね。あ、ありがとう。早速食べてみよう。収まったかな、しゃっくり。ふむ、奇妙な味だな。ふむ、今度は味がしないぞ。いや待てよ、ポケットに入れておいたスパイスたっぷりのクッキーを食べてみよう。あれ、これ味覚障害が起こってない？あ、メガネ開けた。なんと味がしない、味覚が完全に消えている。一体私に何を食べさせた？言われたもの持ってきたんだけどな。言われた通りしゃっくりそうだけど、
なんてことだ、まさか本当だったのか。これは呪いだ。私が若い頃に人生で最も大切なものを失うと言われたことがある。何の話誰がそんなことを。お、あ、年老いた占い師だ。先生術師かな。対象とともに北方の山々の向こう側に広がる砂漠を旅していたんだ。先生術師じゃないのかな。その時オアシスで昇級士を取っていたんだが、そこでその老婆、あ、老婆って言ってるから違うのか、に会った。その婆さんの予言は今のところ全て真実になった。そしていよいよこれだ。残念な話だね。くっそ人ごと。いや待てよ、君の知り合いに魔女はいないか。あ、下へ来た最近知り合いました。いや、ふむ、審問官が全員家計に処してしまったか。あ、もしあのクロンが生きているとしたら。だが私が若い頃でも老婆だったからな。今生きているとしたら本物の魔女のはず。最近会った人だよ、その人。彼女なら西の沼地の中心にいるはずだ。最近会いました。彼女から恋のポーションを買っていた商人と神官が助けを求めていることを伝えてくれ。きっと思い出してくれるはずだ。恋のポーションなんか買ってたの？あなたは神官だったのか。いや、神官は兄貴の方でね。だがこの話は勘弁してくれ。とにかく君を頼りにしているよ。この呪いの特効薬を頼む。え、エピスコプって神官？エピスコプがお兄ちゃんとかじゃないよね。体型は似てるよ。できるだけのことはしてみよう。はあ、味覚がなくなっちゃった、呪いで。まあ変えるものは変わってないね。えへへへ。いやでも言われたもの持ってきただけだからな。ねえロバくん、話しかけれないね。じゃあまた魔女のとこ行かないといけないですね。じゃあ橋の材料を持っていきましょうか、魔女のとこに行くときは。うん、また失敗しちゃったじゃあ失敗しちゃったから皮膚とかお肉とかもらっときますか。すまない、これもお墓のためなんだ。じゃあ鉄の鎧作れるようになったので作りますか。大量に皮膚拝借しましたからね。これででもさ、コウモリに攻撃されてもそんな痛くないよね。うわ、ちょ、エネルギーがないからちょっとだけ寝たんですけど、霧がすごい立ち込めてる。はいあ、青ポイントも手に入った。1だけだけど、これで鉄の鎧手に入りました。やったー、これで丈夫になりましたね。ちょっと怖いから寝よっか。おこんな雨の日にさ、売ってんね外で鉄。これ鉄冷めるでしょう、こんな雨降ってたら。ってことでクレズボルドに話聞いてみましょうか。あれ取引違うんだよな違うんだよな。あれクレズボルドじゃないのかな、火事に詳しい人って言ってたけど。あれ火事に詳しいって言ったら鍛冶屋のクレズボルドしかなくない。クレズボルドじゃないのか。でも他に鍛冶に詳しい人ってこの村にいますかね。いなくないですか。コーリーでもなさそう。誰だろう。あと他に大釜について聞けそうな人いなくない。この人も違うな。誰のことを言ってたのかな。じゃあ釜について誰に聞いたらいいかわからなくなってしまったので、とりあえずこれ赤ポイント貯まったんで解放させましょうか。でこれで石材カッター2が作れるようになったんですよね。
ああ、木の板ね。木の板と釘が足りない。じゃあ作りましょう。じゃあ石材買った。作りたいけど、これどこに置いたらいいんだろう。え、もう置けないじゃん。え、でもここでしか使えないでしょ。置けないじゃん。置けないじゃん。え、何か撤去する必要あんのかな。え、これどうしたらいいんだろう。え、じゃあこれ保留なのか、スペースが拡張されたりすんのかな。他のとこで作れるわけじゃないよね、だって。あ、ここも畑だったんだ。ここ見てなかったかも。リンゴの木、リンゴ植えれるじゃん。いや、リンゴ植えたかったんですよね。ここらへんリンゴ植えたいけど、リンゴの木の苗ってどこで手に入れるんだろう。まあでもここでもないってことですね。とりあえず野菜収穫しとこっか。やりたいことはあるけど、できないっていうことがなんか増えてきたな。増えてきたよな。じゃあ真夜中ですけども、ちょっと釣りしてみましょうか。釣り方を調べました。まずはいい長押しで釣る場所を決めると、 100% のとこで止めればいいんですよね。ここでかかったら、また E ボタンを押して、でしたら、この黄色いゲージの中に魚を収めると緑色のゲージが溜まるらしいんですよ。でマックスまで溜めたら釣れるっていうらしいんですけど、なんやこれ、調整が、あ、難しいけど釣れた。ブリーム、ブリームとは、ブリームって何、ブリブリなのかな、わかんない。とりあえず釣れましたね。じゃあちょっと、あ、違う。すぐ離すとこうなる。あ、でも釣れる。これ距離によって釣れる魚の種類が変わるって感じなんですかね。ちょ、これ難しくない？細かい調整ができないから難しいな。でもこん、あ、釣れた。じゃあもう一回、今度こっちに投げたいんで、そこで止めようかな。で、これでまた釣れる魚の種類が変わる感じですよね。あ、今完全に反応速度が遅かったな。取れた。パーチっていう魚が実際にいるんですかね。パーチとブリーム、この2種類が釣れるってことか。で、これ餌なしでも釣れるのかなって感じですよね。じゃあここで今度止めてみますか。餌なしで釣りできんじゃん。細かい調整が難しい。取れた。ガッチョンガッチョン、ガッチョンってなんですの。あ、でも 0% になった。あ、うちだからか。この 80% っていうのは何なんだろう。じゃあ、餌なしで80のとこ今度狙ってみますか。あ、すぐ釣れた。またガッチョンだ。ガッチョンって何って感じなんですけど、良質な、あ、ガッチョンも餌にできるそうです。餌用の魚なのかなってこと。じゃあガッチョン餌にすると、あ、ガッチョン餌にすると、これなんだっけ、パーチだっけ、違う、ブリームか、じゃあパーチかが釣れるってこと。良質な魚のフィレは何の魚のフィレなんだろう。とりあえずこんな感じで釣りができるみたいです。これ分かんなかったな。なんかスタデューバレーの釣りのやり方と一緒らしいですね。なんでスタデューバレーやってた人は多分すぐにピンときたんじゃないかなと思います。
この沼でも釣れるんだ。やってみるか。ちょっと沼でもやってみますか。あーなるほどね。じゃあ手前の 100% で止めてみるか。はい。こんなとこで釣れるのかな。調節が難しい。なにこれ、うなぎ。うなぎってこんなとこから取れるの？うなぎって川魚？うなぎって海だと思ってた。あ、またうなぎだ。うなぎしか取れないのかな？あ、うなぎじゃない。ティラピア、ティラピアってピラニア的なやつ？わかんないけど。餌変えたらなんか釣れるの変わるとかは？なさそう。なさそう。餌なしと一緒か。へー。沼はこんな感じでうなぎとティラピアが釣れるみたいです。これ食べれんのかな？海外でうなぎを食べる文化ってあんの？かば焼きとかにして食べたいけど、かば焼きないよね、海外。じゃあここ魔女の土地とのショートカットの橋を作りますか。これがあればだいぶ楽に行き来できるようになりますね。 OK、 やった。これで早く帰れますね。で、クローンおばあちゃん、あれ、これもしかしておばあちゃんの問題解決しないとさ、あの商人の人の相談できない感じなのかな。この人に話すんだよね、低下してほしいって。あら、また空振りしちゃった。え、大丈夫、これ積んでない？積んでない？大丈夫かな。沼の北側ってまだ進んでなかったですよね。森には入りましたけど、なんかあるのかな。あ、なんか小屋がある。入る。お？あ、ここで寝たりとかできるんだ。誰かの家なのかな、ここ。これは？あ、これを直すと？これなんだ、設計台かな。あ、設計台だ。森小屋。あ、ここに石材カッター。あ、でも、普通の石材カッターしか置けないのか。これなんだろう、第二の拠点的なやつかな。まあ、でもここで寝泊まりができる感じなんだ。何これ。大理石作れんじゃん。大理石採石場。ちょっと、あの、橋の材料わかんなくて、適当にいろいろ持ってきたのが役に立ちそう。作っちゃおうか。作れるものは作っときましょう。大理石。はあ、わ、なんかすごいいっぱいポイント手に入った。え、大理石取れる。くさび材がいるんだ。はあ、くさび材は作んないとないな。ここは、ここは石が取れるんだ。へえ、あ、なんか思わぬ収穫があったな。これは何？え、鉱山は毒ガスだらけだ。息をしなくても大丈夫な人とかいないものだろうか。そんな人いるの？息をしなくても大丈夫な人って誰？え、じゃ、鉱山があるけど入れない。息をしなくても大丈夫な人？ジェリー。せっかくなんでこの森の小屋で寝ていきますか。普通にベッドは綺麗な状態で残ってんのかな。誰か住んでんのかな、ここ。勝手に寝ちゃってるけど。